3回中2回外れております。1匹ぐらい出てくれるんじゃないですか。白飛びしてない。なんかそんなに強く持つものじゃないよ。それはこの子多動だな。ポテトのようにスルスルしてあげる。アラペーニョを持つにふさわしいトレーナーってなんだ。ボーセージを縦に並べるな。クッパがピーチの歌歌ってる時のそれじゃねえんだよ。知らねえ知らねえそんな神。あ、皆さん晩はなのかです。今回も、ポケットモンスタースカーレット青の円盤の続きをやっていきましょう。ですね、先日まででね、大量発生とかいろいろあったので、まあ今マホミルの色違いを大量に捕まえております。まあそれは一旦置いておいて、はい、本日は実はまあクリスマスイブに撮影をしているんですけど、最強の鉄の包みというのがね、今やっているので、こちらの方を挑戦していきたいと思います。さあ、鉄の包み戦やっていきましょう。私が使うポケモンはモスノーですね。このポケモンがいいとあったので育ててみました。さて、鉄の包みですね。こちらはバイオレットでしか出ないんですけど、イベントでスカーレットでも出てくれるので、こちら大変ありがたいですね。お相手は雪景色からのオーロラベールで、まあ、防御カッチカチって感じでしょうか。まずは蝶の舞で行きましょう。お相手ハイドロポンプ、まあまあまあ、大丈夫でしたね。で、まあ特攻を上げつつ、素早さも上げつつ、で虫のささみきを打っていきましょう。確率で特防がダウンするので、まあ下がればラッキーで、貝殻の鈴を持たせているので回復しつつ攻撃することができます。ハイドロポンプがあまり効かないので、貝殻の鈴レベルでの回復でも全然間に合うんじゃないのかなという感じですね。でお相手ハイドロポンプはい、はい、3回中2回外れております。はい、お相手シールド貼りました。さらにステータスを打ち消してきましたね。凍てつく波動、さらにエレキフィールド。相手がずっと動いてるんですけど、何なんですかね。では、オーロラベールを打ってから蝶の舞をしていこうかな。ハイドロポンプもうめちゃくちゃ当たってないね。今回はこちらとしてはかなりラッキーです。ここから蝶の舞を、ただちょっとテラスタルだけしておこうか。テラスタルのゲージ削られたらたまったもんじゃないので、ここからテラバーストを連発していきましょう。テラバーストでどれぐらい削れるか、あら、かなり削れちゃう。多分もうテラバースト連発で、鉄の包み撃破できるでしょう。さあ、これでラストになるんじゃないか。最後のテラバースト、オーケー、効果抜群。はい、鉄の包み撃破。いや、そんなに、うん、今回は難しくなかった。はい、捕まえました。はい、鉄の包みはね、図鑑読んだことなかったと思うので読んでおきましょう。氷水タイプですね。だから水技打ってきたんだ。なんか水のイメージないんだけど、オカルト雑誌の記事になった、太古の文明が踏み出したロボットに形が似ている。太古のポケモンなの？太古のロボットの形は似ているんだけど未来のポケモンなのちょっとよくわかんないですね、時系列が。はい、では続いてですね、鉄の包みが終わった後にデリバードの大量発生今起きているので、ちょっと様子を見に来ました。できればデリバードの色違いをね、一匹欲しいなと今思っているので、ちょっと挑戦してみましょうか。今ね、このロックオン機能っていうのがあるんですけど、これでね、名前とレベルと性別と、ゲットしたかどうかっていうのがね、分かったりするんですが、今ね、一番右の、なんか、うさちゃんマークみたいなのがあると思うんですけど、これがね、レベルが上がったっていうとなんかおかしいか。ロックオン機能がね、ちょっとアップデートしまして、例えば、
デリバードがこれちょっと大きめっていうのがわかるんですよね。こっちは何もないので普通サイズとか、まあ、サイズが分かったり、この子が証を持っているかどうかっていうのもわかるんですよね。あ、いましたね。この一番右にハテナのマークとかがあると、この子は証を持っていたりするんですよね。あ、ここ結構良さそうだな。未知。55、16。はい。さらに少なくなってきたって今一瞬ログが見えたと思うんですが、今この状態だと多分色違いが一番出やすくなっているはずなので、まあ、この状態でちょっと探していきましょう。これ以上ね、ポケモンは倒さなくていいので、まあ、一通りこの辺にいるポケモン見まして、まあ、いないなとなれば、ピクニックを開くことで、この辺にいるポケモンをリセットすることができます。で、また現れてくると思うので、まあ、この中にね、色違いの子がいるかどうかを見ていきましょう。多分この大量発生は色違いの確率高めになっていると思うので、多分わざわざサンドイッチ食べなくても30分ぐらいあれば1匹ぐらい出てくれるんじゃないですかね。見えましたね。ピンク色だ。わかりやすくてよかった。はい、デリバードの色違い捕まえました。さあ、サバンナスクエアにやってきました。こちらから本編やっていきましょう。ちなみにね、前回の動画の最後で、3匹悩んでる、3匹しかいなくて、残り3匹悩んでるんだっていう話をしていたんですが、こちらの3匹にしました。理由は、なんとなく四天王の弱点をつけるのと、育てたことがないっていう、ポケモンを選んでみたという感じですね。ではまあ、四天王チャレンジやっていきましょう。とかダブルバトルだから、あれだね。位置とかちょっと気にしないといけないか。まあ、いいか、これで。ようこそ、サバンナスクエア四天王赤松くんのチームへ。あの、コックさんみたいな子ね。ブルベリーグの挑戦者、ナノカさんですね。はい。四天王チャレンジ挑戦には 50BP。 はぁ、はいはいはい、いいですよ。はい、送りました。ありがとうございます。受け取り確認しました。赤松くん注文入ったよ。別になんか料理頼んでないんですけど。あいよ、白いね。なんか白飛びしてない。なんかもう食堂にいた、なのかって人だよね。中火で燃えてきた、うん、強火じゃないんだね。ここじゃなんだから、とりあえずついてきてよ。ここでやるんじゃないの、むしろ。あ、ブーバーンだ。いきなり夕方になった。待ってたよ、炎の挑戦者。こんなに早く四天王に挑戦とか、すげえよね。まあそうなんだよね。まあ推薦で、四天王と戦えることになってるんだけど、そりゃすぐりや柿翼先輩が気に入るわけだ。なんかここまで勝ち進んだっていう認識になってない？私は推薦で四天王と戦えるよっていう感じなんだけど、俺も君のこと気になってるの、気になってるよ正直ね。でもここのチャレンジは全然甘くないよ。チャレンジ、俺の四天王チャレンジは激辛サンドイッチ作り。すげえ震えてる。そんなに強く持つものじゃないよそれは。この俺、赤松をヒーヒー言わせるような辛いサンドイッチを作ってよね。辛スパイス今なかった気がするんだけど。
楽勝に思うでしょ？でも自前の食材は使わせないよ。ああ、むしろ助かるかも。食材は周りのリーグ部員と駆け引きして調達するんだ。食材が集まったなと思ったら戻ってきて声かけてよ。はい。俺が見てる前でサンドイッチ作ってもらうからさ、もうなんかさっきからフライパンすげえ震えてんだけどさ。手癖悪いのかな？それさえ、料理のコツはとにかく食材選び。それさえ間違えなきゃ余裕だよ。そうなの？結構ポケモン勝負させてよ。さあなのか、四天王チャレンジに挑戦するかい？あ、はい、はい。やります。この子多動だな。あいよ、3分で準備するよ。はい。さあ、3分でクッキングするんでしょうか。周りいるね。なんか違うな。もっと散らばってんのかと思ったら、割と固まっているんだな。まずはリーグ部員と駆け引きして食材を調達してきてよ。あ、はい。作るのは激辛サンドウィッチ。何が必要かなんとなくわかるよね。そうだな。まあ、なんとなく。料理始められるくらい食材集まったら声かけてよ。はーい。あ、わかりました。はい、四天王チャレンジ、激辛サンドイッチを作ろう。もうすごいフライパン振るってる。あー、まず何？買ったらポテトサラダ。ちょりっと交換。マーマレードマスタード。ハラペーニョ交換。チリソースケチャップ見せてくれたら食材3つ。まあ、とりあえず、この子やって、ブツブツ交換って感じかな。てか、みんなタンクトップなんだね。私、ポテトサラダ持ってるよ。まあ、やりましょうか、じゃあ。ポテトのようにすりつぶしてあげる。急に強いじゃん。はい、勝ったので、私のポテトサラダ、あなたについていきたいって、ああ、そうなのね。あとで、食してやろうか。ポテトサラダを持ってると元気が湧いてくるの、来るわよね。そうかな。だね。あれをくれたら食材3つ。ポテッとした、ドンピシャ。ポテッとした野菜、あげますよ、じゃあ。そう、これがあれだよ。ポテトサラダが食べたかったんだ。あ、はい。玉ねぎスライス、きゅうりスライス、生ハム。緑色で長いおきゅうり、誰か余ってないかしら。あ、持ってるかも。あ、チリソースかケチャップと交換。チリソースにしよっかな、じゃあ。あら、スライスまでしてくれたの？プリーズ、プリーズ。あ、はい。プリーズ、プリーズか。はい、チリソースゲット。あ、なんか隠れてるやついる。ハラペーニョ。激辛食材ハラペーニョ。僕は持ち合わせているよ。あ、じゃあ、君が欲しそうなハラペーニョ。あ、買ったら、いいんだね。僕はとっても強いので、後悔すると思うよ。はい、勝ちました。じゃあ、そのハラペーニョ、もらっていきますが、ハラペーニョを持つにふさわしいトレーナーってなんだ。はい、マヨラーにも買ったのね、マヨネーズをいただきました。この人が、なんか、クイズ出してて、卵と油とお酢混ぜたらできるもの、これがマヨネーズですね。これを、正解することで、スライスエッグ、オリーブオイル、ビネガーゲット。スライスエッグ交換してくれるので交換しましょう。これで焼きチョリショーゲット、なんて。はい、マーマレードかマスタード交換してくれます。これでマスタードもらっちゃおう。二つ食材が、ないと。辛いハラペーニョをあげるから生ハムとオリーブオイルをくれ。全然いいですよ。百宝あんた太っ腹だぜ。これでハラペーニョゲット。では、ちょっとこれ以外のトレーナーは見かけなかったので、サンドイッチ作ってみましょう。やる気強火だね。激辛な味期待してるよ。
はい、じゃあ玉ねぎスライス、ハラペーニョ2つ、焼きチョリソーで、次チリソース、マヨネーズ、マスタード、次で、メラメラピック、こんなんあるんだソーセージを縦に並べるな具材の向きはね変えれないんでね。はい、こんな感じ完成。こんな偏りのあるサンドイッチ食べたくないよね。さあ召し上がれ。うわやめろ、ブーバーンしかいねえじゃん、手持ち。あ、辛かったんだ。やめろ。クッパがピーチの歌歌ってる時のそれじゃねえんだよ。はい。なのかのオリジナルサンドを、はい、食べていただいてよかったですかね、これ。辛さを超えて痛みだ、これ。体の芯から燃えたぎる。痛いの辛いのどっちなの？激辛大名人も大満足な激辛サンドイッチだったよ。知らねえ知らねえ、そんな神。ということで、四天王チャレンジ激辛サンドイッチ作り。完璧に出来上がりだ。強火でやったね。あ、そう。ああ、よかったんだ。強火とか中火とかよくわかんないけども、舌のヒリヒリ楽しみながらスクエアに戻ろうか。え、私も食べたな、これ。まあなんかうまいこと言ったんですが、事務戦じゃねえ、四天王戦が始まるって感じかな。はい、俺と戦う舌準備は整ってるかな。あー、まあ大丈夫かな。あいよ、強火で燃えてきた。さあやりましょうか、四天王戦。さてと、なのか。君ってすぐりと因縁あるみたいだね。まあちょっとね。かきつばった先輩もなんか企んでるみたいだし。そういうのマジでめんどくさいよ。おっと、言いたいことあるなら直接言えっての、やれっての。あ、そういうタイプね。俺は細かいこと考えるの苦手なの。戦いたいから戦う、それでいいじゃんか。サバンナエリア、炎の四天王赤松、勝ちたいから勝たせてもらうよ。おー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 おおなるほど、捕まえたいときはクイックボールを使うのもなんとなくわかるな、この思考というか。はい、勝負やっていきましょう。さあ、お相手ロトムとファイアロー。まあこっちはさっきと一緒でニラとコマ樹脂でいきましょう。さて調理、違った、勝負開始だ。まあ、なんとなくこの、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、イメージ通りだよねこの子わかりやすいって言ったらいいのかわかんないけど、まずはこんな感じで攻撃していきましょう。まずはトリックフラワー。さあ、これは必ず急所に当たるので急所演出見れるかな。あれ、すっげーダメージ食らってる、なんでだ。そういうことはちゃんと考えないとねさあ、効果抜群だが、うげー、そんな技食らったら鎮火しちゃうよ。これはタスキか。4倍を耐えていくからね、さすがにそんなわけはないと思ったんだけど。あれ、ブレイブバトって自称技じゃん。あ火力を求めすぎたがゆえに自称でお亡くなりに。さあ、お相手オーバーヒートで、さすがのニラノックダウン。お相手はバクーダ。バクーダの地面はちょっときついかもな。まずはリミットシールドだね。バクーダを優先して倒していかないとまずいかもしれないが、まずリフレクターでもいいかもな。まずはバクーダを、傷つけてって思ったら一撃で倒してしまった。さすがに小文字師レベル100だからね、
タイプ1の自傷あり攻撃は強いか。こちらリフレクターで壁を張っていきましょう。お相手ナッシーだ。はあはあはあ。このポケモン統一ってわけじゃないんだね。はい、メラは殻を破るでステータスを上げていきましょう。さあ、さらにブーパンを繰り出してきた。お相手ソーラービームでどれぐらい削れるか。はい、気合のタスキを持たせているので一大ですね。はい、お相手最後のポケモンはバシャーモだ。かっこいい。強火で燃えてテラスタル、赤く染まれバシャーモ。バシャーモっていうか御三家を使う四天王って初めてかな。相変わらずフライパンなんだ。ってかフライパンでテラスタル化して普通に投げんのかよ。フライパンから投げるとかじゃねえんだ。はい、かっこいい。さあ、お相手ナッシー守るだ。アクロバット一撃。はい、格闘なくなっても一撃だった。はい、アクロバットで撃破。はい、赤松に勝ちました。あ、顔隠す、かわいい。勝ちたかったけど負けた。いやー、面白かった。すげえ強火で燃えた。なのかすげえよ。俺さ、勝負も料理も分かりやすいから好きだ。勝負は勝つか負けるか、料理は辛いか辛くないか。別にそういうわけじゃないだろ。シンプルだろ。あ、そう、なんか料理の二択がすごいな。でも今のリーグ部はなんでか居心地悪くてすげえ難しい。どうすれば前みたいな楽しい部活に戻れるんだろう。うん、そういう時に頭を使うんだよ。つい弱火になっちゃったけど、なのか強かった。燃え余る情熱をフライパンに、溢れる気持ちも食べてな。おー、ブーバーンで焼くな焼くな。ちゃんとなんかガス使え。俺の大事なレシピ一つ預けとく。あ、技マシンのことレシピって言ってんだ。焼けっぱち知らない技マシンだ。時期になった勢いで攻撃する。前のターンに技を外していると威力が倍になる。へえ、面白いね。なんか大文字と一緒に覚えさせると面白いかもしれない。あ、どっか行っちゃう。料理以外の火加減は俺にはわかんねえ。だからなのか、ブルーベリーグ燃え上がってな。よくわからん。オース未来のチャンピオン、あれだね、ジムリーダーの場所にいるおじさんのあれと一緒だけど、まずは四天王一人目勝利だな。こんなとこまで何しに来たの？幸先がいいね。赤松も弱い方じゃねえんだ。考え方が単純なだけ。でもそこがいいとこでもあるんだな。部活後赤松飯みんなでつまむの好きだったな。あいつもあいつなりに悩んでたんだな。あんたならリーグ部をたらふく引っかき回してくれそうだ。そいじゃ。残り3天皇頑張ってくれい。そうやって言うんだ。四天皇一人亡くなると三天皇とか二天皇とかって言うんだ。はい、ですね。今回はこんなもので終わろうかなと思います。いろいろね、イベントもやっていたので、いい時間なのかなと思います。次回は残り三天皇のうち、まあ二人ぐらいになるかな。と思います。それではね、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあね。